脳は順調に動いてるのかもな。私信用していいですか？私占い師なんですけど。え、代行いないの？本当に歩きました。彼氏をいただきました。いいご身分だなこいつ。あったなかチャンネルだけ持ってこっち来たぞ。帰れ、二度と私たちの前に現れるな。ちょっと通りかかっただけなのに。思い出して、僕は人畜無害なモルモットだから。あ、これ説明した。だって誰もやられてないし話すこともないからね。炭鉱のトロッコでずっと遊んでたよ。真面目にやってください。いや、どういう状況？縮めてます。うわ、マイクラ人狼クエストやってくわよ。いや、それはいいけど、あれ止めなくていいんか？今目の前でいじめが起きてるけど。突然いじめたのだ。お前ら全員だよ。3、2、1、フーラナ愛しい。やっていきます、7回目のマイクラ人狼。前回はご覧の実況者さんたちと遊んでいくよ。多すぎない？今回11人村らしいわよ。多すぎだろ。というか今回冒頭アニメーションじゃねえのな。いつも無駄に作ってたのに。この前の動画の編集で燃え尽きました。頑張ってたものね。いつもと入り方が違うから簡単にルール説明するんだけども、人狼倒せば勝ちです。ちゃんとやれや。マイクラ人狼クエストは村人陣営、人狼陣営、あと第3陣営に分かれてやる人狼ゲームね。各陣営の役割は普通の人狼ゲームとあんま変わらないけど、詳しくは過去の動画見てみてね。あとは役職によってスキルがあるからうまいこと使っていい感じに頑張れって感じ。ふわふわしすぎだろ。とりあえず3人で固まる流れになった。ここ片方は占っときてえな。ロッさんは人狼ではないようだ。これで最悪の状況は回避できたわね。これで2人とも人狼陣営だったら間違いなくやられてるもんな。あと初日に占えたのもでかい。スキルは初日の夜に使っとくとお得だからね。クールタイムが短くなるものね。今日の夜はトツさんとロクさんとずっと一緒にいたのと、占い結果もちゃんと報告しないとね。おはようございます。全員いる？さっき誰か村長の家向かってなかったっけ？確かボンちゃん向かってなかった。あ、ちょっと待ってね。あ、全員生きてます。初日は特に何もなかったみたいね。村の人数多いからな。人狼は慎重に動いてるのかもな。私信用していいですか？私占い師なんですけど、誰か対抗いる？え、対抗いないの？本当に？これ全員生存してるし、ベル3確定占い師で良さそうだね。はい、来ました。隠しをいただきました。ちなみに隠し色のベルからなんですけど、夜に6さん占ったら人狼じゃないって出ました。隠し色からの情報なんで間違いありません。えぐいくらい強調するじゃん。まあ自分人畜無害のモルモットなんで普通に村人なんですよね。いや、でもまだ狂人と死神の線もあるから全然害獣の可能性はある。害獣は言い過ぎだろ。30個の納品。前のパンは誰にもあげないぞ。嘘でしょ。俺2個しかないけど、とりあえず納品するわ。同じく2個入れた。私3個入れた。あと3個最後入れた。もう自分の分ねえよ。いいご身分だなこいつ。隠し色だからね。とりあえずさっきパン納品してた4人は気持ち白目かな。まあ白照明狙いで納品してる可能性もあるし、ほんと気持ちだけどね。そろそろ夜が近いよ。多分ベルさん狙われるから夜の間一緒にいるね。僕もいる。今ベルさんと村長の家ね。一応今石板見たけどまだ全員生存ね。みんな夜生き残ろうね。なんか途中で1人増えたね。ベルさん一応占ってみたら。わかった。トツさん人狼じゃないらしい。本当はメテオさん占おうと思ってたんだけどな。まあこの場面ならどっち占っても一緒じゃね。むしろメテオさん動き的に村陣営っぽいし。いや、だってあの人の方が怖いじゃん。トツさんに謝れ。正直怪しい動きしてたからトツさん人狼かと思ってたわ。いや、俺パン納品してただろ。もう腹減ってやばいんだけど。ちなみにまだ誰もやられてないね。今回なんかめっちゃ平和だね。わがらしさんいたんだ。全然喋んないからやられてんのかと思った。だって誰もやられてないし話すこともないからね。炭鉱のトロッコでずっと遊んでたよ。真面目にやってください。とりあえず占われたロクさんとトツさんは隠しろとまではいかないけど、白浮きしておこっか。トツさん強人説結構あるもんね。そうだよね。あったなかチャンネルが剣持ってこっち来たぞ。うわ、やば。パンの納品ケチってたし、やっぱ人狼だったんだね。違うよ。剣くらい誰だって持つだろ。こっちは隠しろのベルさんがいるんだぞ。そうだそうだ。帰れ、二度と私たちの前に現れるな。ちょっと通りかかっただけなのに。かわいそうになってきたわね。鮭いべきたわね。なんだっけこのクエスト。空から鮭が降ってくるわ。随分シュールだな。そんで以上です。ハズレイベじゃねえか。ちなみにこの鮭食べれるんだよね。衛生的にどうなのよそれ。あ、ベルさんいた。お腹減ってるだろうから鮭集めてきたよ。お前にあげたんじゃねえよ。ありがとうメテオさん。いやー、なんて過ごしやすい村なんだ。もうこのままここでダラダラ過ごせないかれ。なんか、クラクラしてきた。鮭は低確率でお腹壊すらしいからな。やっぱ落ちてる鮭なんて食べちゃダメだよね。おいじゃあ止めろよ。あーダメだ、編集できなくなっちゃう。それは関係ないだろ。めっちゃ護衛されとる。占い師は貴重だしね。はぐれるとあんたやられるわよ。いや、さすがにこんな開けたとこで。え？え、待って、怖い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 。みんな固まってたから結構やべえな。うわ、方向の音、どこだ？危ねえ。死ぬかと思った。
思った。村長の屋根の方からだったな。今はそんなことより生き残らないとよ。む、逃げ道塞がれた。誰かわかんないから怖いわね。うん、でも襲ってくる気配はねえな。ね、あの人は大丈夫そうかな。お、なんか戦ってない？誰かはわからないけど切られてるわね。そろそろ容姿統一の時間終わると思うから追っかけるか。ちょっと待って、違うんだって話がわかるって思い出して、僕は新築無害なモルモットだから。あ、これもしかして説明しちゃった。たくさんいいやつだったよ。誰がやったんだろう。目撃情報が多ければいいがどうなるか。オッケー、倒した倒した、ナイスー。であれ、これ六さんのお墓じゃん。あれ六さんって白沖なんじゃなかったの？なんで倒した？ははーん、もしかしてうなさんやっちゃいました？いや、今のはしょうがないと思う。しょうがないというと？ここにね、二人分のお墓があるんだけどね。うわ、ほんとだ。メテオさんとボンタムさんがお墓になってる。ここの一部始終見てたんだけどね、容姿統一前から見てた感じ、多分ボンちゃんがメテオさんを襲ったっぽいのね。それで最後に追っかけられてた人、つまり六さんがそれを見てて掃除屋のスキルで倒したんだと思うのよ。なるほど。え、容姿統一来てたし、六さんだってわかんない。ユニャさんが着るシーン見ちゃえば追っかけるのも無理はないかなと思うんだよね。ガガラシさんかばってくれるのは嬉しいんだけど、急にめっちゃ喋るじゃん。これあれじゃない、ユニャさん占えばいいんじゃない。占い誰だっけ。占いベルだよ。でもね、まだクールタイム中なんだよ。占い俺だよ。え、今さら？なんでこのタイミングで被せてきたの？これもう徳さん切っていいんじゃないの？徳さん本当に占い師なの？え、占い師だけど、え、なんでみんなそんな驚いてん？あっちが違う、霊媒師だった。霊媒師霊媒師霊媒師。紛らわしいな。ちなみに六さんのお墓見て人狼じゃないって出たよ。六さんって占ってたから違う人の方が良かったんじゃ。そんなことよりうにゃさん断罪しようぜ。白仲間の六さんをやりやがって許せねえよ。それはマジでごめん。お詫びに持ってるアイテム全部あげます。大詐欺してるみたいになってるわよ。俺も見てたよ。田中さんがベルさんに方向打ってた。いや、見間違いですよ見間違い。なんならベルさんなんじゃないの。さすがにそれは厳しいんじゃないの。あ、ボンちゃんのお墓見たら人狼だったわ。これで田中さん倒せば終わるぞ。田中さんどこ？村長の家。みんなで倒しに行こう。あ、もうやってらんない。一人ずつぶちっしてやるからな。恩賞出たわね。屋上かな多分ね。みんなでやろう。あれ、そういえば死神は？まあいっか。うわ、またかよ。田中さん容姿統一好きね。多分剣持ってるのが田中さん。屋上の方行ったよ。了解だ。もうここで終わらそう。剣持ってるのが田中さんだったよね。覚悟はいいか人狼。よし、これで勝ちだな。あれ、なんで終わらない。確かに田中さんを倒したはず。そして田中さんは人狼だった。じゃあこれは一体誰なんだ。え、誰ですか。一旦話し合います。痛い。マジで誰なんだ。今屋上にいるのってベルさん。そうだよ。ってことはさっき来てきたのサモさん。いや、俺は今ちょうど屋上上がったとこ。あ、戻った。サモさん、はしごのあたりに誰かいない。え、あ、ごめん、ちょうど見えなかった。誰かはわかんないけど、アイテムのタイミングかなりうまいわね。うまく隠れられちゃったわ。よくわかんないけど、田中さんは倒したんだよね。倒したよ。トツさんが真の霊媒師ならこれで人狼は起きたはずなんだけど。トツさん、ここでお墓になってるし、多分本物だったとは思うんだ。ひとまず夜を耐えよ。死にすぎじゃない。夜に二人もやられちゃった。四人だけになっちゃったね。俺、目線ハネスケさん強人なんだけど、どう？あ、うん、そうだよ。認めるんだ。これはただ認めたわけじゃないわね。だな、おそらくもう一人の人外と繋がるためだろう。となると、私を抜いた残りはサモさんとアガラシさん、どっちかが人外ってことになるね。どっちだと思う？うん、サモさんはずっと白っぽい動きしてたと思うんだよね。あと、私のこと倒せた場面結構あったし、でもアガラシさんはトロックで遊んでただけだし。そうで決まりです。またか。今思えば、昨日の屋上のアイテム連打、田中さんじゃなかったのかもな。あ、サモさん追っかけられてる。真後ろの一番近いのが敵ね。私と挟む感じで。その報告ないすぎ。二人で一気に倒すよ。爆弾ちょっと痛いわね。だが追い詰めたな。これいけるぞ。ナイスー。これは、ハネスケさんだね。これで終わらないってことは、ハネスケさんは本当に強人だったってことか。あとは死神のままか。人狼を奪ったかどっちかのわがらしさんだけね。うわ、近くにいた。俺結構削れててやばいかも。あとは任せろ。はい、ということで、出張マイクラ人狼剣和がらし祭の動画でした。和がらし祭？和がらしさんの10周年を祝うイベントらしい。トツさんが勝手に始めました。ちなみに投稿期限とかあったの？昨日だが。3枚のように遅れんな。